それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を駐屯兵団の迎撃班、中衛を司令班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。解散。はっ。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください、私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ。どうか死なないで。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし行くぞ。おう。状況は、先遣班はどうなっているんだ。アルミンはまとまって行動した方がいいな。ついてきてほしい。エレン、僕にも。もう街中に巨人が入り込んでいる。クソ、俺たちで倒すぞ。一緒に戦おう。蹴散らして頼んで。ミカサ、頼んで。邪魔しないで。全然分かった。次。全然邪魔しないで。ガズ、大変だ。早めに補給しないと危険だよ。やつらの土にはさせねえ。落とした。蹴散らして。邪魔しないで。やった。なのに勝てるわけないよ。死にたくなければ戦うんだ。
出してやる。生きられるのは勝者だけ。ごめん、私たちも戦うよ。ごめんなさい、アル。狙う。エンダーを確認。あっちはトーマスが向かった方だよ。十分な戦果だよな。あれは大物のお出ましか。ちくしょう、ちくしょう。生きられるのは勝者だけ。ゼメ、蹴散らしてやる。もう一押し。大物のお出ましか。気をつけるんだエレン。戦わなければ勝てない。そう崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる！まじで、よきもどうだしろ！外の世界へ。
Alright, so that was episode 2 of Attack on Titan. Thanks for watching.